思想タイムです。1番青島博春選手 3.40、 2番高塚選手 3.40、 3番森本選手 3.34、 4番青山文俊選手 3.36。当選競争は55政子勝子よりとタイトルがついております。1番青島博春浜松ハンデ0、2番高塚義明川口ハンデ10、3番森10秒前、そして3コーナーの外枠でしょうか、この辺りも若干ですが濡れています。青と小と針3秒前2秒前1秒前、川口は一斉にスタート、ギャーン、さあプロダッシュスタートはどうでしょうか、6番でしょうか、さあクロス別府が若干インスタート、まず前1番車、ここはキックフォグ青島選手が現在先行中、2番手2番車こちらは高塚選手、さあそれよって3番車ヘラクレス森本が現在3番手、それよって6番車突進です、クロス別府敬吾現在4番手チョイス上がった、さあまくり観光7番車瞳選手が現在まくってはいます、さあまくるカード7番車瞳が現在果敢にまくり構成、さあ内は6番車別府敬吾は内で答えています、8番車田中茂がその後ピタリとマーク、それよって4番車青山選手やや遅れたか、5番車梅根選手が現在最高峰の位置、前は1番です、ここは軽反乗り、ゼロ戦からキックオフ浜松大島選手が現在飛ばしています、2番手2番車川口の高塚選手が現在2番手、それよって3番車ヘレクレス森本が変わるぞ、前3車の台形1番2番から3番前3車、さあ6番車クロス別府敬吾どうでしょうか、現在4番手直線からあと3周回、さあ軽反緩いかキックオフゼロ戦の青島選手が飛ばしています、2番手飛ばした、ここは高塚選手現在2番手変わらず、さあ6番車別府敬吾現在4番手変わらずか、終始セメントする6番であるんですが若干はらんだ内を8番車田中修が上昇、さあ1番2番3番の前勝負の車検、前おっと8番が田中修、ここはちょっと滑りかけ、4番車青山選手が現在4番手、さあ1番2番から3番前3車軽半踏ん張っています、さあ直線からあと1周回やります、軽半よりであります、ここは1番車キックフォグ青島選手が現在飛ばして、さあ2番手は飛ばした高塚選手、それを追って3番車森本が現在追走、なんとこの車検お年玉車検であります、出ましょうか6桁ハイト、なんとなく来そうだ、1番2番か3着2番高塚義明です。13に上がりタイム 3.458 青島博春選手 3.458 でした。6周回逃げ切りましてご覧の後輩と2連単1番